アルファこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど秋のドリームセレクション、はい、今回回すのなんですがシンクロ奥義2回回せるので22連回していきたいと思います。早速じゃあいきましょうか。ジェム限定秋のドリームセレクション回していきましょう。はい、いや、いい引き出たいですね。さあ来いドクターモグ、いいものたまります。おおおー、ミラボ来てますね、素晴らしい。スキップ、これは何でしょうか。あー、レインズ覚醒かぶりですね、ありがとうございます。それではもう11連ですね、回していきましょう。22連シンクロ回せますので、さあ来い。あれですね、今回僕がドリセレで取りたいと狙ってるものが1個でも出たらもう大勝利という感じなんですが、さあどうでしょう、新規お願いします。おお、ここはどうなる、スキップ来い。うお、マジ、さあ来い、新規で来た、怪しいですが聖石さんの新奥義ですか。なるほど、聖石さんに関してはあれですね、スタメンなのでこちら連動上がっていくのは当たり枠としてカウントしましょう。はい、それではですねラインナップ見ていきたいと思います。おまけの回収動画は最後にまとめて撮りますので、はい、それではいきましょう。シンクロですね、取れるものヒカセンさん、ガーランド持ってます、セーラさん、メイヤ、メイヤもセーラも確保しときたいところではあるんですが、はい、ファンタジー2なんですが、フリオくんか、持ってないの、ゴードン、レイダー、レイダーも欲しいですね、個人的に皇帝ちゃん、前回取ったのかな、そんな感じだと思います。スコットさんも未所持、ファンタジー3見ていきましょう。ルーネスさん、アルクーも欲しいんですよね、個人的には。アルクーをスタメンに入れる候補ではあるので、アルクーちょっと欲しいですね。エリアさんも欲しいですね、はい、エリア、アルクー、この辺で強化したいっていうのもありますね。はい、こうなんですが、セシルさん、闇も聖もどちらも持ってます。カインさんのこっち闇の方かな、闇両方か、ハイブリッドの方ですね、これも欲しいっちゃ欲しいですが、あと リディアさんなんですが、これは水の方か、水はスタメンじゃないのでスルーしてたんですが、まあ、闇ガチャでゲットできたらラッキーというところではありますね。ゴルベーザ、セオドア、この辺はちょっとまだまだスタメンに食い込むのは厳しいかなというところなんですが、ファイナルファンタジー5見ていきましょう。レナさん欲しいですね、レナさん、レナさん欲しいですね。ガラフ、ギルガメ、バッツ、バッツと未処置が多いですが、こんな感じです。で6見ていきましょう。6なんですが、ティナちゃん持ってる、ロックはシンクロ2持ってるのでね、セリスさん持ってる、モグ持ってる、エドガー持ってる、マッシュさん持ってないですね、でガウ持ってないと、ゴゴなしという感じでしょうか。セブン見ていきましょう。セブンなんですが、まあ、クラウドさん持ってる、ディファ、ディファのこのシンクロ2持ってないんですが、まあ、現状は、まあ、取らなくてもいいかなっていう感じではあるんですけど、エアリスも欲しいですね、はい、これからセブンガチャも来ることですし、ラビダンですよね、シーズン3のラストになるのかな。レッドサーディーも欲しいんですが、知能魔法ちょっとスタメン落ちしてしまったので、ヴィンセントも炎パーティーのスタメン落ちしてしまったので、そんなに急いでって感じではないですかね。ルーハウスとかレノ、この辺も闇ガチャでゲットできたら個人的には嬉しいかなという感じなんですが、8見ていきましょう。8なんですが、スコールさん未所持ありますね、リノアも未所持があります、セルフィーさんも欲しいですね、こちらこれはちょっと欲しい。イディア、風神、キロス、ウォード、アルテメシアと持ってないのはたくさんあります。8も個人的にハリウが8一番苦戦しましたね。ガーネットの聖シンクロ取れますね、これもちょっと欲しい候補であります。エーコのシンクロもありますね、はい、クジャ、マーカス、未所持まだまだあります。ドリセレは結構欲しいのいっぱいあるんですよね。ティーダのシンクロ2、これはちょっと欲しいところではあるんですが、現状10で困ってはないのでシンクロ1で頑張ってもらってます。はい、
ジェクト。イレブン見ていきましょう。アフマフさんですが、アフマフさんもちょっと欲しいっちゃ欲しいですが、現状はちょっと様子見というところでしょうか。12バンちゃんも欲しいですね。バンを結構揃えていこうかなっていう計画があるんですが、現状はマホパで基本いくので、ラーサー、まあ、ヒーラー固めときたいっていうのありますよね。まあ、レックスはかなり強いですね。サーティン見ていきましょう。サーティンなんですが、ライトニングレーンさん持ってますね。バニーラ、ホープとファング、セラ、基本的にスタメンは持ってるって感じですね。はい、ナバート、ナバート強いですね。はい、個人的になんですが、14ファイナルマッチ14、もうコンスタント今ライブ配信中ですが、欲しいのいっぱいありますね。イダ、パパリも欲しいですね。イゼルもいいキャラしてますね。オルシュファンもいいですね。アリゼ欲しいですね。はい、15見ていきましょう。15なんですが、ノクちゃん雷シンクロ出たらちょっと狙っていきたいかなっていうのはあります。イリスのシンクロも持ってないですね。この辺も固めていくのは大事かなと思ってます。タクティクス見ていきましょう。タクティクスなんですが、アグリアスも追加されているので、アグリアスちょっと欲しいですね。はい、欲しいのはアグリアスかな。そんな感じで今回ファイナルファンタジーレコードキーパードリセレ、秋のドリセレですね、ラインナップ見てきました。シンクロは2回回しました。はい、おまけ回収はまとめて一気にドリセレのラインナップ、目星やつ引いてから一気に取りたいと思います。 DJ ソラーズメロージャム TV ファンタジーレコードキーパーコンスタント更新してきますので、よかったらチャンネル登録していただけますとモチベーションアップになります。ご視聴ありがとうございました。 Thank you マハロー。